アウトランに、アウトランに、ウトランには2003年に稼働開始したセガ、後にアーケードゲームをセガインタラクティブが、コンシューマーゲームをセガゲームスがそれぞれ象形のアーケードゲーム。ジャンルはレースゲームである。2005年1月27日には XBOX 版が発売されている。ここではバランス調整進行ス追加版の アウトランに SP も合わせて解説する。こちらは2007年2月8日に PS2 版が発売されている。北米版、欧州版のタイトルは、であり PS2 版の他に PSP、Windows PS、Wind Xbox で発売されている。日本は PS2 版のみ。ただし PS2 版以外はリージョン制限なし。キャッチコピーは、長馬、美女、絶景。 前作、アウトランナーズから実に10年ぶりに発売された、アウトランの続編にあたるソフトである。自社は、助手席に美女を乗せたフェラーリであり、カーステレオでドライブ中の BGM を選べる、コースアウトすると車が大きく吹き飛ぶなどの仕様も、健在。ヨーロッパ、ネスピーでは、アメリカの各地をモチーフとした多彩なドライビングコースが、チヒロ基盤、ネスピー DX では、 リンドバーグの能力を活かした微礼なグラフィックで展開される。操作は実際の自動車の操作系を模したステアリング、アクセルブレーキペダル、シフトレバー、そしてビューチェンジボタンで行う。シフトは AT と MT から選択可能。同時期に発売されていた他のレースゲームと比べて、 ドリフト走行などの車の制御が容易であり、ドライブを楽しむことを前面に押し出したゲームデザインとなっている。この作品では BGM に2003年らしくアレンジされたマジカルサウンドシャワー、スプラッシュウェーブ、パッシングブリーズの3曲を聴くことができた。他に新しい4曲が含まれる。音楽はブライアン・タイラー。2004年にはさらに2台のフェラーリと、 新たな15コースを追加したアウトランに SP スペシャルツアーズが登場し、今度はこの3曲の原曲も選択できるようになった。曲選択画面でビューチェンジボタンを押すことでこの1986年制作の3曲のほか、ターボアウトランのラシュエディフィカルティなど1989年制作の4曲も選択することができる。 さらにモード選択時にビューチェンジボタンを押すことでアウトランに無印版コースを選択することが可能でアウトラン 2SP のルールで無印版コースをプレイできるさらにアウトラン 2SP ではアウトランモードとハートアタックモードにおいて敵車の後ろに隠れるように走ると空気抵抗が減って最高速が上がるスリップストリームといった新要素のほかアウトランモードと タイムアタックモードに設定されている15コースすべてを走破するモードも加えられている。ただし、このモードは機器の設定により選択できない場合や追加クレジットが必要な場合がある。アウトラン 2SP は海外では同盟での移植は行われていないが、ウトラン2006コースと2コースと海外 XBOX PS2 PSP WIMP ックにて、 単独モードとして収録されている。カーセレクトから始まるため、デモ画面などは移植されていない。日本では、プレイステーション2版が2007年2月8日に発売された。コースと2コースとでは、カットされていた SP コースゴール後の演出が AC 版とは若干異なるが一応移植されており、タイトルがウトラ 2SP と同じものになった。 グラフィックも遠方に対する処理の違いからか、国内 PS2 版では、ザラザラした感じはなく、見やすくなっている。しかし、デモ画面などは結局移植されていなかったり、スタート前の、ゲット、レティのボイスがカットされている PS、PSP では収録ほか、リアビュー時の自社が、画面比率上やや小さいなど、アーケード版に SP の完全移植とはなっていない。ただし、 作品全体としての移植度は非常に高く、中古ソフト市場では品薄と高騰が続いている。2006年12月より4台8人同時プレイ可能なアウトラン 2SP、SDX が全国で稼働開始。大型の稼働筐体は1台につき2人まで同時プレイ可能で、1台の筐体にニザのシートとハンドルが備わる。 二人同時プレイを選択した場合には、接触などのミスや、ステージクリアのタイミングで、ドライバーが入れ替わるルールとなる。また、一人プレイの場合は、ルールは、通常の SP と同様。また、2007年2月より2台、4人同時プレイ可能な、アウトラン 2SPDX も、稼働開始。ルールは多様化され、原作同様に妨害する他者を交わしつつ、 分岐点でコースを選びながら走って、タイムを競う、アウトランモード、助手席に座る女性がいろいろなドライビングテクニックを、用し、それを満たすことで、ハートの数が増える、ハートアタックモード、事前に走るコースを選定し、妨害者のないクリアな道路で純粋にタイムを競う、タイムアタックモード及び、複数台で競争する対戦プレイが楽しめる。なお、ハートタクトは、英語で、 心臓発作を指すが、海外版でも、ハートアタックモードの故障は変わらない。いずれのモードも、制限時間内に、チェックポイントやゴールまでたどり着けないと、ゲームオーバーとなる。旧作と同じく、ゲームオーバー時は、同乗者の女性がいる場合、アルベルトが叩かれる。XBOX 版ではアーケードで稼働していたものを移植したアーケードモードに加え、各種の変更が加えられた。 アウトランチャレンジモードと XBOX ライブモードが収録されている。全101のミッションが存在し、各ステージで全てクリアしないと次のステージは進めない。中にはスカットレースとデートな USA2 のコースが存在する。最大8人で対戦できるモード。プログレッシブ出力対応。スラストマスター車、モデナ360レーシングホイール対応。 ロジクール社のステアリングコントローラー GT Force、GT Force Pro に対応。プレイステーション2版ではアーケードで稼働していたものを移植したアーケードモードに加え、各種の変更が加えられたオリジナルモードが収録されている。オリジナルモードはアーケード版とは異なり、好評だった3つのモードと新たに追加された2つのモードがある。ゲームディスク1枚の通常版と、 特典 CD とブックレット付きの初回版がある。プログレッシブ出力、ワイドテレビ対応。ポイントを獲得したアウトランマイルを消費して逆走コース、スペシャルマシン、車のカラー、アーケードには使えなかった BGM を購入できる。本作は海外で発売された PC、Xbox、PSP 用ソフト、ウトラン2006コースと2コースとの国内版となる。 国内移植にあたり、海外版では削除されていたゴール時のアニメーションが復活している。ただ、ハード制約によりオブジェクトの色数の削減、リアビュー時の自社表示の若干の縮小等の変更も見られる。2009年4月15日に XBOX ライブアーケード及び PlayStation ス,ストア配信タイトルとして360版は日本を除く全世界。 PS3 版は、欧州にて配信された。PS3 版は後に、香港向けストアでも配信が開始された。IP 制限などはないため、海外のアカウント及び、ポイントを入手すれば、日本でも遊ぶことはできる。なお、フェラーリとのライセンス契約が満期を迎えたため、PS3 版は2010年10月に配信を終了。360版についても2011年12月に、 配信が終了した。内容は、ウトラン2006、コースト2コーストのウトラン 2SP モード、ライブモードだが、以下のような違いがある。ウトラン2コースは収録されていない収録者種数が、少ない収録楽曲数が、少ないメニュー画面のレイアウトが異なる。ライブモードの最大同時対戦者数が少ない。コースト2コーストモードは収録されていないため、 コースト2コーストモードのオリジナル要素は一切収録されていない。性能差があるマシン、ウトランクラスマシン各種オリジナル楽曲、逆走コース。初代アウトランと同じく左右分岐しつつ5ステージを走るようになっている。数のような並びとなっていて、1A からスタートし、最終的に 5A5E のゴールを目指す。上側の方が難易度が低く、下側へ行くに従い難易度が上がる。 アウトラン2、2SP のコースを紹介する。全15ルートがある。アウトラン 2SP の15連コースでは、難易度の低いコースから順に走る。ステージ1ステージ2ステージ3ステージ4ステージ5。ステージ1ステージ2ステージ3ステージ4ステージ5。アーケード版では8台、XBOX 版は12台、PlayStation2 版は15台の車が登場し、すべてフェラーリからライセンスを受けている。 アウトラン2ではクラスごとに性能が異なっていたが、アウトラン 2SP で車種による性能差はミッション数のみとなった。タイムアタックモードではノーマル、トゥーンドを選択することができる。以下カッコ部分はアウトラン2での性能を表記する。初心者向けの車、ハンドリング重視。中級者向けの車、上級者向けの車、最高速重視。 移植版で追加された車、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。